じゃあ今日、ある日、俺は在日朝鮮人の友人 P に呼ばれて、郷里に戻った。P はガキの自分からの悪友で、一緒に悪さをして回った仲だ。地元では一番仲のいい友人だったが、P とはある事件以来、距離を置いていた。P 絡みで、俺はひどいたたりに遭い、韓国人のタタラリアのもとに半年も身を置く羽目になったからだ。そしてその時から、俺の人生は狂ったのだ。表向きの要件は、前年に胃がんで亡くなった P の親父さんの法事のような儀式だった。P の親父さんは俺の親父の友人でもあり、俺は親父の名代として顔を出した。儀式の詳細はわからないが、テーブルいっぱいにたくさんの料理が並べられており、家督を受け継いだ儀式の主催者である P が、その料理を一箸ずつ先祖に捧げるといったものらしい。夜、方々から客が集まり、その料理を肴に酒宴が開かれた。タタラレ屋の元に行って以来、俺も P も酒もタバコも飲まなくなっていたので、宴会の時間は長く感じられた。そろそろ日付も変わるかという時間になって、宴会はお開きになった。客が帰ると、広い P の家はしんと静まり返った。両親が亡くなり、マンションを引き払った P は、この家に一人暮らしだ。片付けは明日でいいと言って、お手伝いさんも返してしまっていた。俺と P は、無言のまま、リビングのソファーに向かい合って座っていた。日付が変わり、一時を過ぎた頃か、表で車が止まる音がした後、インターホンが鳴った。P は玄関に出ると、来客を招き入れた。P がリビングに連れてきたのは、白髪頭の男と30前くらいの女だった。男とは面識があった。俺と P が、タタラレ屋の元に行った時の世話役だったキムさんだ。俺は腹をくくった。たたり騒ぎの時に職を失った俺は、キムさんやタタラレ屋のマサさんにつなぎをつけてくれたシンさんの紹介の仕事で食っていた。Pに呼び出されたのもシンさんの仕事絡みだったのだ。仕事の内容は、要するに女のボディーガードだった。しかし、話はそう簡単ではないだろう。単なるボディーガードなら、一部で非常に有名な赤空手の猛者が、キムさんのところに何人もいるからだ。タタラレ屋のマサさんのところで修行した俺や P が必要な話なのだろう。女は、帰化した元在日三世だった。日本人の夫と5年前に結婚し、将来子供が生まれた時のことなどを考えて帰化したのだという。それならば、マサさんやキムさんの出番はないはずだ。女はイニシエーションが済んでおり、日本の神々の加護が受けられるので、トラブルが何であれ、普通の僧や神官、拝み屋でことは足りるはずなのだ。以前に書いたように、朝鮮民族は日本の神々の加護を受けることはできない。それは朝鮮人の血の宿命であり、日本で生まれた在日でも変わりはない。しかしイニシエーションを通過した朝鮮人は、日本人として日本の神々の加護を受けることができる。男の場合は、日本という国のために血を流すこと。女なら、日本人の妻となり、子を産むこと。今の日本ならば、日本国に帰化して、日本の交易のために働くこと。日本人としての意識を持ち、
その意思を示す行動が必要なのだ。そして関門を越えた者の子孫は日本人として、生来的に日本の神々の加護を受けられる。女の異変は父親の死去から始まった。彼女の父はある宗教団体でかなり高い位置にあったらしい。地元の信者をまとめる大物だったようだ。優秀だった兄は上京して某国立大学を出て、朝鮮籍のまま某大企業に入った。その企業グループの上層部には、教団信者が多数入り込んでいるのだ。女の嫁ぎ先も、彼女の父親が仕切る教区に属する資産家一家だった。彼女の父親が生きている間は、すべてうまくいっていたようだ。しかし、父親の死後しばらくして、彼女の母親が倒れ、兄の人格が激変した。横領により解雇された兄が実家の資産を浪費し、多額の負債を負うまでに没落した。その兄は詐欺事件と傷害事件を起こし、長期収監中なのだという。さらに、嫁ぎ先も不幸が続き、彼女は第一子を流産。夫は愛人を作って蒸発したのだという。彼女の父親の死を起点に、両家はわずか数年で没落してしまったのだ。仕事の内容は簡単だった。キムさんたちが仕事をしている間、妨害を排除し、彼女と彼女の母親をガードすることだった。期間は1週間。ギャラは通常の3倍だった。キムさんは同様の事案を何件も処理した経験があったようだ。キムさんと彼女がどうコンタクトしたのかは不明だが、キムさんは過去の経験と自分の見立てを彼女と彼女の母親に話した。キムさんの指摘に思い当たる節があったのだろう。彼女の実家と嫁ぎ先両家は教団を脱会した。彼女の実家の屋敷は教団の教会として教団名義になっていた。彼女が生まれる前に教団に布施として寄進され、教会長として彼女の一家が住み続けてきたのだという。脱会した今、教団は彼女の一家を追い出しに行く。彼女の父親もそうやって、信者の家や屋敷を収奪してきたのだ。しかし、今回の目的は違う。キムさんの仕事を妨害して、あるものを奪い取りに来るというのだ。約束の日、俺はキムさんに伴われて、彼女の実家に向かった。近くの路上には、離れた位置に、短髪の男たちが乗った車が2台止まっていた。キムさんの会社の社員だろう。門をくぐって屋敷に入った。300-400坪はあるか。門をくぐった時から嫌な感じがした。明らかに尋常ではない何かがあるようだ。キムさんと共に、俺は仏間に入った。そこには大きな仏壇があった。初めて見るタイプの仏壇だった。俺に宗教の知識は乏しいが、その宗派の本尊は仏像の類ではなく、所定の地位にある僧の書いた書き付けなのだ。仏壇の中には書き付けの入った箱が入っている。仏間には猛烈に嫌な空気が流れていた。仏壇を見ていると全身から精気を抜き取られているかのような脱力感に襲われた。しかしそれ以上に嫌なのは仏壇の対面にある
船ダンスの上に置いてある黒い小箱だった。何か嫌な気がその小箱から仏壇へと流れている感じがした。かなりやばいものなのは俺でもわかった。箱の中には何があるのか。俺は箱の蓋を開けたくなった。箱に手を伸ばそうとした瞬間、不意に横から声をかけられた。おい、その箱に触るなよ。どんなものかわかるだろう。声の主はマサさんだった。俺はハッとして手を引っ込めた。箱に見入られてしまったらしい。危なかった。久しぶりだな。ご無沙汰してます。だいぶ鍛えたようだな。おかげさまで。ああ、それじゃあ仕事の説明をしようか。マサさんの話によると、あの仏壇には元はかなりランクの高い本尊が入っていたらしい。問題の教団ができるよりもかなり前の時代からあった霊格の高い本尊だったようだ。それが依頼者の父親の葬式の時に偽物とすり替えられたらしいのだ。教団は本尊を作る権限のないものによって作られた偽本尊を信者に広くばらまいているのだが、この偽本尊はある細工をすることによって親となる本尊へと運気や功徳を吸い上げるようになっているのだという。信徒の本尊には教団の母体の宗派で作られた神聖な本尊もあったのだが、教団の幹部はある時は騙して、ある時は盗み出して、本尊を偽本尊に置き換えていった。末端信徒の偽本尊は、いわばストローであり、細工された親本尊は、吸い上げた運気や功徳を溜め込む亀なのだという。これは朝鮮半島に伝わる呪法の一つで、ヤンバンと呼ばれる支配階級が、支配地域の平民やペクションと呼ばれる先民から運気や勢力を奪うものなのだという。用いられる呪物は何でもいい。神具、仏具、壺や宝石、書物、刀剣、衣服。何でもいいのだが、呪法をかけられた者が呪物を大切に扱うことが条件となる。この呪法の輪に取り込まれた者は、呪法の頂点にある者に、運気、正気、功徳を吸い上げられ、上位にある者を決して超えることができなくなるのだ。朝鮮の支配階級が、下克上を防ぐために編み出した、強力な支配呪法なのだという。この呪法は、李朝滅亡とともに、一部流出した。韓国である古い文書を調べると知ることができるらしい。呪法自体は非常に簡単なものらしいのだが、効果が絶大なだけに反作用も非常に強力で、ヤンバンでも実際に呪法を用いた者は少なかったらしい。簡単に運気や功徳を集められる反面、厳しく自戒しないと、欲望の歯止めが効かなくなり、悲惨な破滅を招くのだ。欲望は術者の精神レベルによって異なるが、レベルが下がるにつれて、支配欲、金銭欲、食欲、色欲と欲望のレベルが下がり、際限なく強くなり、歯止めが効かなくなる。欲望を抑える自制心のない者は、より下劣な欲望に飲み込まれて破滅してしまう。非常に危険な禁呪なのである。韓国人の宗教家の多くは、この呪法を知っているという。大多数の者は忌避しているが、積極的に利用している教祖、
既存の教団に潜り込んで使っている宗教家は少なくないのだという。宗教家以外でも、教育家、実業家、政治家などにも応用している人物は多く、多くの者が壮絶に自爆する末路をたどるのだという。韓国人であるマサさん曰く、朝鮮人を組織に入り込ませること、組織において高い地位に置くことは大きな破滅を招くそうだ。今回問題となった教団もまた、朝鮮人の侵食を受け、禁呪に汚染されてしまった組織だったのだ。俺はふと疑問を感じ、マサさんに質問した。運気や功徳とやらを多くの人間から吸い上げてると言っても、無限ではないでしょう。吸い上げ尽くして、消費し尽くしたら、どうなるんですか。マサさんは暗い顔で、回復不能の大破滅しかないだろうな。だからこの呪法は禁呪として、自制心のある知識階級のヤンバンの秘宝とされてきたんだ。だけど欲望の赴くまま、際限なく拡大しているバカが何人いる。思い当たる人間が何人もいるだろう。言いたくはないが、朝鮮人は人類の癌細胞だよ。もうどうしようもないね。先祖代々、呪詛の吐き溜め扱いされてきたマサさんが、祖国である韓国や、同胞である朝鮮人に、いい感情を持っていないことは、半年間生活を共にして知っているつもりだったが、強い言葉の調子に、マサさんが同胞に抱いている絶望感の深さが伺われた。俺はそれ以上、言葉を発することはできなかった。本尊の方は私が処理するよ。仕事自体はそう難しいものではないからね。とキムさんが言った。まあ、日本人の拝み屋さんの方が上手だと思うけど、同胞の不始末だからね。日本人や日本に親しみを持っている韓国人は少なくないし、在日のほとんどの人は日本人と仲良く暮らしたいと思っているんだよ。君とピー君は子供の頃から大の仲良しだったろう。日本人に迷惑をかけている同胞を見て心を痛めている人は多いんだよ。それは分かってね。日本人でありながら、在日社会のトラブルに首を突っ込んで飯を食っている俺に、返す言葉はなかった。儀式が始まったら、正気でいられるのは我々三人だけだと思うから、屋敷に入ってきた奴は手加減せずに叩きのめしてね。問題は、俺の方だな。とマサさんが口を開いた。おもむろに黒い箱の蓋を開いた。中には泥団子のようなものが入っていた。思い当たることはないか。泥団子。あ、思い当たることがあった。マサさんのところで聞いた、財運など世俗的な欲望を叶えるかなりやばい下法の話を思い出したのだ。仏像や聖書などの教本を焼いた灰を糞尿と畜生の血に混ぜて、土と練り合わせたものを一万人の人間に踏みつけさせて作った粘土で仏像を作って礼拝する呪法があるのだ。一旦礼拝を始めると、あらゆる幸運が訪れるけれども、礼拝を一日でも欠かすと、一家を滅亡させるという禁呪だ。話だけなら他でも何度か聞いたり読んだりしたことがあるものだ。俺がこの屋敷の仏間に入った時に感じた箱から仏壇へと流れる嫌な気の流れは、泥の呪法が集めた運気を仏壇の偽本尊が吸い取る流れだったのだ。
かなりえげつないやり口ですね。と俺が言うと、俺らしい仕事だろ。使われた灰は盗み出してすり替えた古い信徒の家の本尊だな。とマサさんが言った。儀式は本尊と金仏の力が共に最低になるのは明後日の晩だ。次の一致日は半年以上先だ。チャンスは一度きりだ。きっちり抑えてくれ。そして儀式の晩、俺は女と女の母親のいる寝室の前で安全靴を履き、手にはサップグローブと呼ばれる200グラムほどの鉄粉の入った革手袋をはめて警戒に当たっていた。夜明けまでに侵入者を排除して儀式を行えば仕事は無事終わる。午前0時に始まった仕事は3時を過ぎて半分が終わった。安心しかけていた3時30分ごろ、屋敷の外から人の争う怒声が聞こえた。屋敷に侵入しようとした男が庭外で待機していた空手屋たちに捕まったらしい。近所の住民が通報したのだろうか、回転灯の赤い光が外からわずかに入ってきていた。仏間の儀式は佳境に入ったようだ。外の騒ぎも収まったようなので、女と母親が寝ている寝室を覗いてみた。襖を開けた瞬間、俺は異様な気配を感じた。寝たきりのはずの母親が介護ベッドで上半身を起こし、カッと見開いた目でこちらを睨みつけている。ベッドの横の布団の上では、女が体をくねくねとくねらせていた。女の寝巻きがはだけて、形のいい胸が夏目球の明かりに照らし出された。下履きの股間には大きなシミができていた。かなり長い時間、爺にふけっていたようだ。荒事にはかなり慣れているが、つきもののついた人間を見るのは、その時が初めてだった。かなり異様な雰囲気だった。上着を脱いで、女が抱きついてきた。唇の端からよだれを垂らした口でキスしようとしてくる。女はかなり可愛い顔立ちをしていたので、普段なら喜んで相手をするところだが、今はそんなことをしている場合ではないし、不気味な歪み方をした女の表情に欲情できるものではなかった。しかし、俺の体は理性とは裏腹に、激しく勃起していた。しかも冷めた理性とは別のところで、激しい性欲が起こっていた。つきものから身を守る方法を知っていたから、俺は激しい性欲が自分のものではないことに気づくことができた。しかし普通の男なら、例えば外にいる空手屋だったら、たちまち性欲に飲み込まれて、布団の上で女とセックスを始めていたことだろう。少なくとも以前の俺なら大喜びで女の体を貪ったはずだ。女は何度引き離しても抱きついてきた。俺は柱時計を見た。時間は4時40分を過ぎたところだったが、俺は女を押し倒し袈裟固めで押さえつけた。6時少し前、儀式は終わった。いつの間にか女は動かなくなり、かすかに寝息を立てていた。母親もベッドに横になっていた。外から朝日が入ってきていた。襖の外には汗をびっしょりとかいたマサさんとキムさんが立っていた。お、女とやらなかったんだな。偉いぞ。
女癖の悪い男だと聞いていたけど、なかなかどうして頑張ったね。ああ、合格だな。どうやら今回の仕事は俺のテストを兼ねていたらしい。この時を境に、俺は借金の取り立てや飲み屋のホステスや風俗嬢のガードではなく、キムさん山佐さんのアシスタント的な仕事をするようになった。結局、俺の運命は、マサさんのところで修行をしたことで、決定的に変わってしまっていたのだ。